買い物の中でどれだけ社会貢献ができるかっていうことに興味は高まっていると思っていて、 B2B ストア、プログレムトゥープロダクトといって、47都道府県の地域問題から生まれた製品を集めて、商品と一緒にその問題を買ってもらおう。例えば山形県は森林率が 70% 以上ある中で、木材を使う需要が減っていることと、人手があまり回らなくなってしまって山の環境が悪化していることを受けて、実際に山に入ってツアーをしたりだとか、間伐材を使った製品を作られています。デザインの視点を入れることで、マイナス面として取られてたことをプラスに変えて新しく価値を生み出している。地域問題って考えるとやっぱり難しくて、いかに私たちが身近に感じることができるか、お家に持って帰ってもらうことで地域の問題とより長く付き合ってもらえたらなと。気になる商品を見つけてもらって、その製品そのものの魅力をまず感じてもらえればな。